はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、ついにやってまいりました、マシンナーズルインフォース。このモンスターをね、マシンナーズ使いは待ち望んでいたんじゃないかなと思うんですが、こいつが追加されたことによってかなりキル能力が高くなりましたんで、今回はね、このマシンナーズルインフォースを使ったマシンナーズデッキを組み直してきました。以前もね、マシンナーズデッキご紹介していたはずなんですけれども、まあ、かなりパワーが上がりました。このね、4600、4100っていうこのステータスで特殊召喚めっちゃ簡単で、しかもバトルフェイチの効果無効にしてくるっていうね、あまりに強い効果、そして先制自動が持っている、これがやばい本当に。特殊召喚条件がレベルが12以上になるように自分の墓地の機械族モンスターを除外すると特殊召喚できるということで、しかもこれ耐えついてません、この特殊召喚に。めっちゃ強いです。だからエクシーストアにした後にもう一回墓地から蘇らせるっていうこともできますし、単純にそのバトルフェル中に効果発動した時になんかライフを半分払うと相手のライフを半分にして無効にするっていう、この効果もめっちゃ強いです。で、このカードが戦闘効果で破壊された場合に、あの除外されているマシンナーズをね、レベル12以下になるように特殊召喚できるということで、先制維持もできると、これがね非常に強力。まあ、これをね、今回はスクラップギミックを混ぜて、マシンナーズスクラップみたいなデッキで戦っていくっていう感じになりますね。はい。まあ、回し方はね、まあ、そんな難しくないんですけども、まあ、ラディエーターとメガフォーム、まあ、または、スクラップリサイクラーがあれば大体動けます。はい。まあ、ちょっと動かし方は細かく見ていただければと思うんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。いやー、ルインフォースやっと来てくれましたね。ルインフォース来てくれたのでかすぎる、マジで。ここはまず1回ウララを踏みに行きたいので、マシンナーズリフォーメーション発動していいの、これは。リサイクラーから入ったら打ってくれるかな。どっこれリフォーメーションから入ったらちょっと微妙だな。リサイクラー、これ効果発動で、これでウララ打ってくれる、もしかして。ワンリサイクラー分かりってなったらリサイクラーにウララ打つこと多いよね。ああ、オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、じゃあリフォーメーション取るわ。オッケー。餌に引っかかったようですね。餌に引っかかったようですね。これに関しては。では、リフォーメーションの効果を発動。リフォーメーションの効果によって手札を1枚、墓地に送ることにより、マシンナーズカードを手札に配っていきましょう。一応マシンナーズメタルクランチを墓地に送って、デッキからカードを2枚手札に加えていく。マシンナーズまずフォートレスは1枚確定で、カーネル墓地に送っといたらいいかな。こうですね。2枚同時にしたすぎないのこれね。2枚同時でいいよ、これ。めんどくさいな。まあ、カーネルあるから、まあ、さすがにこれフォートレスか。で、フォートレス。まあ、この動きがね、リサイクラーすべきしてるときが強いかなっていう気がしますね。で、フォートレスの方が強い。フォートレスは、手札からマシンナーズカーネルさんも墓地で送ることにより、自身を特殊召喚していく。さあ、どうしますか。なるほど、全然無理ですけど、全然無理ですけど。さあ、うららちゃんの効果を発動して、おい、ふざけんなお前。すげえ空中戦が繰り広げられてる。やべえ、遊戯王だなこれ。おくそくそ、ドローさせろさせろ、おじさん来た、ドローさせろさせろ。あ、でも手札から来た、よし、手札から来た、弱い、手札から来たら弱い。いや、じゃあ止まるべきだろこれ、止まるべきだろこれ。どっか行く、事故ってろ事故ってろ。まあ言うてね、マシンナーズフォートレスはまあ妨害になってますし、墓地にカーネル落ちてるんで、まあ言うてね、そんなにやばいことは起きないと思いますけどね。こっからなんかハリアドンみたいなことされなければ、1枚からフューです。なるほど。やるじゃねえか、なかなかやるじゃねえか。デストレフェネックス、まあまあでもこっからまあ1枚から動かれることないですね。あの2カード、2カードじゃない、手札1枚なんか知らないけど、まあでもデスペニには意外と強いですよ、あのマシンナーズは。結構そのカーネルが破壊されたら出てくるっていう効果がありますし、フィールドの地属性が破壊されたら出てくるって効果があるんで、しかも打点で上回ってますんでね、400しか下がんないんで、この3000から400、2600なんですよ、これ。これ結構強くて、カーネル君の効果で、3000が、2600ね、超えてるんですよ。これがデスフェリーに強いといういいところですね。で、破壊されたら出てきますし。さあ、どうしますか。デストロイ・フェニックス・ガイさんの効果で一応ぶっ破してもいいですが、まあ、ぶっ破したところでマシンナーズ・カーネルでぶっ破し返すのは変わらないですよ。なるほど。カーネル効果を使って、まあ、カーネル自身と相手のモンスターをぶっ破していくが、デストロイ・フェニックスの効果を止めることはできない。
まあしょうがないですね、これに関しては。さあ、でデスペニ効果で次のターンも蘇生するという効果は確定していく。 OK、 いいだろう。さあ、なかなか逼迫してきたな。緊迫してきた。緊迫ってなんだ。緊迫してきたわ。エドフェイズ大きいだろ。スタンバイフェイズにアリザ持ってくる。やつは不死鳥のように蘇る。さあ何を引く。あ、ギアフレームワンチャンあるな。ギアフレームワンチャンある。デストロイフェニックスガイオッケーで、ギアフレーム持ってきて、ギアフレーム持ってきて、ギアフレーム召喚してルインフォース出してんだよな。ルインフォース出したらなんか多分いけそうな気するんだよな。これルインフォース持ってきてギアフレーム効果、召喚に成功するとマシンナーズモンスターを1体手に加えることができる。今だと9だからな。これはこいつ持ってきて出しに行く方がいいかな。リサイクラーにアクセスできないので、落とせないですし、こうじゃないかな。で、リンクして手札コスト切ればいいんじゃないかな。これルインフォース持ってくるでしょ。で、地属性機械族2体でリンクして、アンガーナックル出していく。はい、で、アンガーナックル出していく。で、アンガーナックルの効果発動して、手札コストルインフォースを捨てて、墓地からカーネル特集、まあ、これは効果無効守備表示なんで、まあそこまで強くないんですけど、まあ言うてですね。はい、でカーネル特集 OK で、カーネル効果今発動できないでだな。墓地のルインフォース効果と、ルインフォースは墓地からマシンナーズをレベルが12、マシンナーズが機械族を12以上になるようにゲームから除外すると自身を墓地より特殊召喚するという効果を持っているぜ。まあ、マシンナーズギアフレームを除外しておくか。そして現れろマシンナーズルインフォース。召喚ムービーはないんだ。なるほど。まあ、どっちかというとカーネルさんとルインフォースさん両方に召喚ムービーあったら嬉しかったなって気がしますけどね。でだ、あ、ルインフォースをしょんねえとてめえは負けるぞ。ぶん殴られて死ぬんじゃねえか。大丈夫か。ここはレベル10のモンスター2体でオーバーレイするよりも、マシンナーズフォートレスを蘇生してぶん殴った方がいいのではないか。墓地に存在するマシンナーズフォートレスの効果を発動ていうだから、マシンナーズメタルクランチを墓地の送り自身を特殊召喚。さあどんどん湧き出てくるぜ。ゴキブリのようにな、機械だがゴキブリのように墓地からわらわらと湧き出てくるぜ。そしてまあ、このまんま殴ったらって相手はなんか効果発動するしかないだろ多分。おそらくぶん殴って通ったらグスタフマックスで勝ちや。ワンチャン。さあどうする、破壊するか。なるほど。マシンナーズルインフォースの効果によって何を破壊する。あ、ちなみにですね、ルインフォースさん闇なんですよ。何だか知んないですけど、こいつ闇なんでね、ルインフォース破壊されてもカーネルが出てこないっていうバグはあります。一応ここ属性地にしてくれたらよかったんですけどね。さあどうしますか。おと、マシンナーズフォートレスを破壊するっていうか、メインフェーズもちろん続けるぞ。あー、なるほど。そこレベル12体ならベタやつなんかあれじゃない、これレベル10破壊しないとダメでは。あれ、グスタフマックスさん出せるな。やっちゃったのでは。ルインフォースとカーネル2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよ超ド級報道列車グスタフマックス効果と、グスタフマックスの効果により相手のライフを2000ポイント削り取ることができる。そしてジャガー、グスタフマックスの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズチェンジ、現れよジャガーノートリーベ。ちなみにジャガーノートリーベで打点6000したら勝てるんですけど、実はですね、なんとやばいことが起きまして、これルインフォースさんって実はね耐えちゃないんですよ。これ知ったっす、これね、あの蘇生に特に耐えちゃないんですよ。なんでこれ待たれてくるんですよ。これ強すぎません。こうなるんですよ。バトルいきましょう。あまりに強い。いけ、ジャガーノートリブルダイレクト。そしてルインフォースでダイレクトだけ。これがね、新マシンナーズの殺意。どう、
納金でしょう。マシンナーズルインフォース通るかどうか問題すぎ。これはこれ通んなかったら割と世界終わる、割と世界が終わる。でこれ墓地送る。であ通る、通るか、通るか、なるほど。ラディエーター持ってきて、ラディエーターと、じゃあこれラ、スクラップ転化したいからメガフォームか。このね、マシンナーズルインフォース、ルインフォースじゃねえ、間違えた。このリフォーメーションでラディエーターと、メガフォームを持ってくると、スクラップリサイクラーにアクセスができます。はい。それちょっとお見せしますね。マシンナーズラディエーターの効果を発動。これがまあマシンナーズ基本展開みたいな感じかな。スクラップ混ざってる時のね。で、メガフォーム特殊して、で、ラディエーターを破壊する。で、マシンナーズメガフォームの効果発動を、まあ、こう、ウララって言われても、墓があるんで、まあ、なんとかなんですけど、で、ここで、デッキからマシンナーズ特殊召喚できるんですよね。これで、メタルクランチ特殊召喚して、で、特殊召喚成功時、持続性域海賊を、なんか相手に見せつけて、その中から相手に選ばしてなんかサーチするってことがあるんですけど、これ3枚入ってるんで別に関係ない。はい、で、茶番サーチ。好きなスクラップリサイクルを選びなってやつね。で、リサイクラー、この召喚器使ってないんで、リサイクラーを召喚していく。で、リサイクラー効果発動、これ、カーネル引いてるんで、まあ、普通だったらカーネル落とすんですけども、カーネル引いてるんで、上々展開でマシンナーズフォートレスを墓地送る。で、マシンナーズフォートレスの効果を発動し、カーネルを墓地に送りながら自身を即召喚すると。はい。さあ、どんどん機械族並んでいくぞ。で、スクラップを含むモンスター2体でリンク召喚。スクラップリサイクラーとメタルクランチでリンク。現れろ。スクラップアイバーン、そしてスクラップアイバーンは、墓地で存在するスクラップを特殊召喚してフィールドのカードを破壊するって効果を持っている。で、スクラップリサイクラーを、特殊召喚して、フィールドのカードを破壊。そしてスクラップアイバーンの効果によってスクラップが破壊されたデッキからスクラップを特殊召喚するって効果と、マシンナーズカーネンの効果によってフィールド上の機械族の持続性が破壊されると自身を特殊召喚するって効果。自作自演カーネル爆弾。そして自分のデッキよりスクラップモンスターを特殊召喚できるんで、スクラップゴーレムとかいうぶっ壊れモンスターを特殊召喚してフィールドのカードを破壊。まあ、これ普通だったらまああのあれですけどね、あの魔法トラップ破壊したりとか自身破壊したりとかします。で、スクラップゴーレムの効果を発動しスクラップ、リサイクラーを特殊召喚。まあ、今回上振れてるんでコストありましたけど。で、リサイクラー効果発動。リサイクラーの効果によってもちろん墓地に送るのは史上最強モンスタースクラップマシンナーズルインフォース。そしてルインフォースの効果も発動できるし、ムラクモも発動できると。まあ、ムラクモ先発動するか。ムラクモの効果発動、ムラクモによって自身を特殊召喚。アポロ封鎖するか、まあマスカレーナするか迷いますけど、まあさすがにマスカレーナですね。リサイクラーとムラクモでリンク召喚。現れよ IP マスカレーナ。そして墓地で存在するマシンナーズ、機械族モンスターをレベル12以上になるようにゲームから除外すると史上最強モンスターが蘇ってくるぜ。墓地よりな。現れろ、マシンナーズ、ルインフォース。これが一応先行理想展開ですね。マシンナーズの。一応、マシンナーズカーネルの相手のフィールド上のモンスターを全部ぶっ破するっていうフリーチェーンの効果と、マスカレーナの相手ランのリンク召喚するっていう効果が一応ありますね。で、バトルフェジャったら、ルインフォースの効果によって、相手の効果を無効にして、なんかライフを半分にするっていう効果も発動できると。いったところ、まあ、これはね、なかなか強力な場面になってるんじゃないでしょうか。打点がまずそも高いですしね。幻獣士。なるほど。幻獣士効果。おっと、なんだこれは。ドラグオブレッドアイズでも出てくるのこれ。アナコンダムーブか。デスフェに出てきそうになって、アナコンダ出てきたら普通にアナコンダを破壊すればいいですし、まあ、言うてマスカレーのバウンスもでもいいですし、なんか何でもできそうですね。ドラコバック派。なるほど。あー、めんどくせえな。ドラコバックめんどくせえな。バウンス飛んでくるのが。まあ、対象取られてからでいいか。別に。対象どれどれ。スクラップゴーレム、ルインフォース。カーネル。なるほど。カーネルだったらさすがにカーネル打つしかないよね。で、カーネル効果発動。まあ、召喚権使ってから相手結構動きづらいと思うけどな。で、マシンナーズカーネルの効果を発動し、自身をぶっ壊すことによって相手のフィールドのカードも全てぶっ壊してる。やった、最強最強はカーネルさん、最強は
わあ、カーネルさんのこの妨害効果は非常に優秀ですよね。先行で立ってると思いますが、え、ジャックナイツ、なるほど、ジャックナイツ飛んできた、まずい。これは縦列が2個あるとなんか無限になんか出てくるぞ、やばいぞ縦列これ消した方がいいか。これなんだ、サーチか、サーチだな、なるほど、サーチ効果いいだろう、サーチ効果はまあいいだろう。ジャックナイツなんでか知んねえけど、なんか召喚ムービーめっちゃあって羨ましいんだよな。なんか俺たちにも召喚ムービーくれよ、ルインフォースにも召喚ムービーをくれ。うわー、また青も来た。早急は縦列と同じカードの数だけデッキからジャックナイツ以外の、ジャックナイツを手札に変えると。え、じゃあさ、これさ、マスカレンダーってさ、変身したらいいんじゃね。これなんか縦列消せばいい説ある、もしかしてマスカレーナ効果、ワイバーンと一緒にリンクして、まあ、ここアストラムかな、さすがに。これさ、アストラム左側に出したら相手サーチできないんじゃね、もしかして。俺ひらめいちゃったかもしんねえ。マスカレーナとワイバーンでここじゃね、こうだろ、これ縦列なくなるの、これこれ縦列なくなる説どうよ、どう、サーチ入ってないんじゃねえ、これ来た、これ、うわ、神ゲー神ゲー起きた、神ゲーが起きてる、サーチが入んねえ、完全にやってる。さあどうする、あ、なんだそれは、生物の記憶、なるほど、手札で来たジャックナイツモンスターを守備表示特殊召喚、雑に特殊召喚しすぎなんだよな。ジャックナイツって結構展開力あってめんどくせえんだよな。なるほど、グレンのジャックナイツ、はい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 、そいつは何するマンですか。自分の方しかジャックナイツモンスターに除外して、このカードと同じ縦列の同じ、表示か表示モンスターを対象にそのモンスターを破壊する。おー、なるほどね、はいはい、破壊効果があるのね、なるほど。明星のジャックナイツ、あ、なるほど、これなんか生物かなんか持ってくるんだっけ。手札を1枚捨てると、デッキから生物カードを1枚手札に加える、なるほどね、まあそれも別に特に問題はない。つぐもの、なるほど、そいつは対象取りますか。対象に取りますね、墓地のモンスターを。さあ、生物をつぐものの効果発動、対象をジャックナイツギルスに取るが、墓穴の致命者によってギルスを除外すると、なんと蘇生することができないんですね。さあどうしますか、さすがに止まったろ、さすがに止まれ、これで止まんなかったら困りますけどね、さすがに。オッケー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 、で村雲出しましょう。村雲の効果発動、村雲の効果によってカードをめっちゃ除外して自身を特殊召喚していく、はい。で、ズル、あー、いいね、なるほど。ではスクラップゴーレムの効果を発動、スクラップゴーレムの効果によってスクラップリサイクラーを特殊召喚、自身のフィードに特殊召喚し、スクラップリサイクラーを特殊召喚した後にスクラップリサイクラーの効果を発動、スクラップリサイクラーの効果によって墓地に、機械族モンスターを墓地送れるので、ここでもしマシンナーズフォートレスかなんか墓地送っといて、で、マシンナーズフォートレスの前にこれは一旦雑になパンチラ姉さん出す、雑にパンチラ姉さん出すか、あるの、まああるな、パンチラ姉さん出そう、機械族モンスター4体の魂を埋葬してこの出し方やだな、この出し方やだな、あ、はい、パンツ見えた、はい、完全にパンツ見えた。で、こっからもう一回展開し直せばいいので、まずはマシンナーズフォートレスの効果、ラディエーターを墓地に送りながら自身を特殊召喚していく、そしてマシンナーズ、ルインフォースの効果発動、ルインフォースの効果によって、レベルが12以上になるように墓地から機械族モンスターをゲームから除外すると、特殊召喚をすることができる、おいおい、おれルインフォース特殊召喚だ、おれ、そして墓地に存在するムラクモノロチの効果も発動するぜ、ムラクモノロチの効果によってフルーってやって、で特殊召喚しよう、おれ、そしてさらに手札より史上最強のマジックカード死者蘇生を発動、つえめちゃくちゃ戻ってくる、これさっき全部リンクスダにしたはずだが、行けマシンナーズカーネル、つえ最強バトルだぜ、
さあこれによってお前の新ジャガのモンスターを粉砕していけ。いくぞ雪アスタラム。うわあ、うん、あれえ自分の引き返しもそのパテレスと異なるモンスターと戦闘で破壊されて、なんだとてめえ調子乗ってんじゃねえぞ。敵飛んでなった敵飛んでなった。カーネルの効果によって村雲を破壊してを破壊するぜ。危ねえ危ねえ。テキスト読んでいなかったが、そんなことは関係ない。カーネルさんの前では全てのモンスター無力。ユケルインフォースダイレクトアタック、しょらえ。テキスト読まなくても勝てるマシンナーズは最強っていうことでいいですか。あーオッケー、初動来てる、初動は来てる、マスターも来てる、オッケー、これは完全にケアできる。マシンナーズメガフォームを墓地に送って、マシンナーズラディエーターを特殊召喚していく。ラディエーターの効果を発動。ラディエーターの効果により自身を破壊し、自分の墓地のレベル8のマシンナーズメガフォームを特殊召喚していく。そしてメガフォームの特殊召喚に成功して マシンナーズメガフォームの効果を発動。自身をリリースするとデッキからマシンナーズモンスターを特殊召喚できる。現れろマシンナーズメタルクランチ。メタルクランチは特殊召喚に成功した場合、デッキから地属性生き返すモンスターを相手に見せつけて、その中から1枚サーチすることができる。まあ確定サーチだけどなそしてこれによって、マシンナーズリサ、マシンナーズリサイクラーじゃねえや、スクラップリサイクラーを召喚。効果発動。墓地にマシンナーズフォートレスを送っていく。そしてフォートレスの効果発動。フォートレスの効果により、自身をカーネルを捨てて特殊召喚していく。そしてさらにスクラップリサイクラーとマシンナーズメタルクランチをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れろマシンナーズワイバーン。そしてマシンナーズワイバーンの効果発動。マシンナーズワイバーンの効果により、墓地で存在するマシンナーズモンスターを1体特殊召喚し、そして、マシンナーズモンスターを破壊することにより、デッキからマシンナーズを特殊召喚できる効果。これによって、マシンナーズワイバーンによりマシンナーズカーネルをの効果も遅延して発動し、カーネルを特殊召喚していく。いいだろう。あ、これコストなかった場合はね、一応ね、抹殺セットして抹殺破壊するっていう一応動きがあります。魔法カードとかトップカードあればね。で、マシンナーズワイバーンの効果により、史上最強のマシンナーズモンスター、マシンナーズゴーレムを特殊召喚。そして、フィールドのカードを破壊していく。まあ、これで、ここで破壊しちゃいけないんですよ。ワイバーンで。だから、まあ、ハカーナー抹殺みたいな、腐ったカードを、破壊してもいいですし、相手のカードがあればね、ここからだったら、相手のカードを破壊すればいいんですけど。で、スクラップリサイクラーを特殊召喚し、スクラップリサイクラーの効果発動。スクラップリサイクラーの効果により、自分の墓地に叩き落とすのはそう、マシンナーズルインフォース。よし。で、マスカレーナですね。リサイクラーとスクラップゴーレムをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、現れろ。IP、マスカレーナ。そして、自分の墓地に存在するマシンナーズルイン、あ、これ、あれか、もう一回出す。出れたのか。なるほど、これあれだったな、あれもできましたね、ゴーレム残すことできましたね、これね、見せましたけど、まあいいや。ゴーレム残しておくと、その生きて帰ってきた時にすごいでかいんで、できればね、ゴーレム残しておいた方がいいんですよね。これワイバー、見せました、これミスりましたが、まあしょうがない、セットして、まあでもまあ言うて弱くはない、エンド。まあこれでフォートレスが一応まあ温存できてるっていう考え方もできますね。はい、一応で、サイバーダークワールド、何、なるほど。まあ、ちょっとヤバくなったら、ちょっといよいよヤバくなったらちょっとバウンスするわ。あれでマスカリナでなんかヤバい、なんか効果受けないみたいなさ、サイバーダークエンドみたいな出てきたらまずいからさ、まあ、カーネルの効果と一応、マスカリナの効果があるんで、まあなんとか処理していきたいんですが、これサイバー、表サイバー混ざってるとマジでやばくて、まあ混ざってると思うんですけど、これ普通にこれね、これやばいですね。サイバードラゴンって結局そのエクストラモンスターゾーンのモンスターと融合したり、なんか機械族と融合したりしてくるんですよ。これマジでやばくて、これはどうにかしないとやばいですね。なるほどな。サイバードラゴンがサーチされるのか、なるほどな
気に雲行きが怪しくなってきましたね。サイバードラゴン特殊はやばい。いや、これだけはマジでやばい。ちょ、カーネルで破壊せんとまずい。カーネルの効果、カーネル自身は破壊するか。いや、やばいこと起きてんな、これ。いや、まあユニコーンのコストで取っといてよかったっすね、でも手札コスト、これ。マジで。これ、サイバードラゴンって絶対場に残したら相手の超融合してくるんで、勝手に。マジで。頭おかしい動きしてくるから、ネクステア来た。ネクステア来た。ネクステアでサイバードラゴン捨てて特殊召喚される。やばい。やっべ。絶対融合されんじゃん、じゃあこれ。絶対融合されんの。絶対融合されんのか。ユニコーン出してどっちか戻すしかないんだよな。どっちにしたってアストラム出したこと融合されるんですよ、どっちにしても。マジで何出しても変わんないから、まあ、ユニコーン出すしかないな、これは。これで、2個にして、でこれ1個にして、でユニコーン出して、でまあどっちかというとサイバードラゴン戻すしかないが、ユニコーン効果発動する。で手札1枚捨てて、でこれ戻す。でここまでしかできません、僕はもう。ここまでしかできません、僕はもう。うわおい、やめてくれ、やめてくれ、もうそんなことをしないでくれ。ちょっと待ってくれよ、やめてくれよ。用心したい場合はいいわ。うわやっぱり来た、圧倒的機械族メタモンスター来た。キモすぎるこのデッキマジで。おいさ、勝手に人の機械巻き込んで融合すんのマジでやめろよ。